鼻を切ったんだな。危ねえ。まあすぐまた切れるんだよ、この貧乏鼻緒ってやつは。でなくてもえ、昨日今日のこのべらぼうの寒さでどこもかしこもカチカチに凍りついてんだ。よっぽど気をつけて歩かなかったらとんだ目に遭うで。でもどこも別に怪我したかったの。いや、別に。さっきから見えねえが、何はどうしたい、何は。俺、もう一人の、なんとか言ったな、ベラベラよくしゃべる。お松さんですか。うん、お松、お松。どうしてあの太ったの。お松さん、あの人、下がりました。下がった。っていうのは、暇を取ったのか。え、いつ。2、3日前に。どうして。みすみすこ生きて、この数えで生きて。ケイランの人が連れに来て急に。ケイラン。そうか、ケイランか。やっぱりダメだったのかい、あんな小将楽でも。ケイランってそんなことするんでしょうか、誰にでも。そりゃおめえ、このうちは嫌だからどっか他の地球を探してくれってハガキ一本出した先は商兵だ。いくらだって連れに来る。じゃあ国のおっかさんから呼びに来たっていうの。今頃はもうどっかガミガミ小言を言われねえところへ目見えに行ってるだろうよ。でもあれでどのくらいいた、あの女。一月でした。よく持ったな、一月。いやね、このうちほど奉公人の一家の一も珍しいんで、月にしてならし二人は変わるだろうと言ってるものね、近所じゃ。まさかそれほどでもあるねえが。でもなんかね、二日と辛抱できねえで一晩で逃げ出したやつだってあったからね。まんざらだから悪口とばかりも言えないんだよ。どうしてなんでしょうね。どうしてなんでしょうね。ふん、神様みたいな女だな、おめえってもな。なるほど、世間であの海根っ子をあだやおろそかに思ったら、山村のご心臓あの子の罰が当たるって評判するわけだよ。実際半年もだよ。それも愚痴一つこぼさねえで、どんな嫌なことをあのご心臓に言われてもただおとなしく、はいはい、開脚以来だぜ。あ、これなんで、そこが抜けちゃったのか。あ、仕方がね、年数ものだ。でも叱られます。なんだね、こんな手おけの一つや二つ。でもご神祖様から、お前は物を大事にしない大事にしないっていつもそう言って叱られているんです。ですから、それでなくても私。そう言うんだよ、誰にでもご神祖は。そんなこといちいち気にしたら気にはらしねえよ。これが手おけ一つ壊して早速メディの入るような信頼なら頼もしいんだ。白金大町の山村っていや、芝から麻部へかけて泣く子も黙るほどの大地主じゃねえか。くよくよすんない、くよくよ。まあいいや、あの俺がな、後でお部屋行って直してきてやる。そうすりゃ文句はねえんだろ。黙ってりゃ分かる、こっちあらひねえよ。そう願えればお願いします。お願いも暇もあるもんかな、これっぱかしのこと。何か、おめえまだもっと水汲むのか。お風呂もう少しでいいんです。汲んでしまいます。ああ、いい、俺が汲んでやる。いいんです。いやいや、ドキねえ、ドキドキ。だいたいこの女にはこの板は無理なんだよ。縄の長さだっておめえ二広もあるんだから。ま、待ってな。しばらく会わなかったね。本当に掛け違っちゃっても
いつお目にかかったきりでしたかな。どうだい、平家。いけませんや、もうさっぱり。とぼけなさんだ。蛇の道は蛇だよ。相変わらず島崎手出してるんだろ。冗談で頼むで。おい、島崎は、いや品川はこの石之助さんの縄張り打ちだ。おう、ねえや、ねえや。はい、いらっしゃいまし。いきなり出し抜けにずかずか奥へふんがんでいったんじゃ、さぞ面食らうだろう。それでなくてもみんな他のうちの人と来たら、おいらのことを毛虫かゲジゲジのように思ってるんだ。すまないが、奥行っておふくろ様に若旦那様がお見えになりましたで前振りしてくれ。ご神祖様はお出ましでございます。なんだ、留守。はい。どこ行ったんだよ、この大晦日だって。西王寺のお宅からお迎えが参りまして、夕べ遅くお出ましになって、まだお帰りではございません。なんだよ、何事が起こったのか。西王寺でお産が終わりになりました。そう、産、うん、子供が生まれた。はい、そうか。ああ、そういや、いつか会った時に静かのやつ大きな腹抱えてやったが、なるほど、そうか、産か。それじゃあ大晦日も元日も容赦はねえや。でも先ほどお電話がございまして、遅くも3時までには帰るからお風呂を沸かしておくようにということでございます。うん、じゃあ間もなくご帰還だろう。だが節子や初代まで一緒にくっついていったわけじゃあるまい。お嬢様方は頭下までお帰りで。おやじゃん、旦那様は今朝ほどお早く品川へ。相変わらずの病だ。お好きなんですね、旦那は釣りが。目がないってのはあれだな。いくら目がないからって言って、現在嫁にやってる娘が三を剃るってのに一日ぐらい伸ばしたってまんざら罰も当たる目じゃない。それも他の日じゃないんだよ、生きるか死ぬかの大晦日だ。やっぱりね、好きな道には旦那ほどの方でも。と何かい、歌さん、好きな道だったら大概のことは多めに見てもらえるのかい。そりゃ若旦那、ことと次第によったら。閉めた。えと、俺のバカをするのも多めに見てもらえてんだよ。だってそうだろ、俺がバカするのは俺にとってそれこそ嘘も隠しもねえ好きな道なんだけど。そりゃよし、親父は今度何かグズグズ言ったらば言ってやるんだ。歌さん、おめえ立ち会ってくんねえよ、その時には。そんなことはしましたら。そうだよ、冗談だよ。だけど不思議だね、無駄な人間の恋がしねえと、どっかこう家ん中がひっそりしてる。昔はいつもこうだったんだ、このうち。それがどうだい、この俺は。いつへっちしてもどことなくこう陽気が漂ってる。陽気、何なんでしょう。金の思いだよ、締め込まれた。うん、金だってお前性あるもんだ。たまには日の目も見たがろうよ。それはどうだよ、このうちのご神女と親しな。地震がいろうが雷が鳴ろうが、一度我が手に掴んだら金輪際話すこっちゃねえ。使うための金ってことを丸きしお気がつかれねえ。そうだろ、パイプ機と金持ちはたまるほど汚くなるっていうが、まさにその通り。昔は親父もあんなひょったくれじゃなかったんだが、連れそうものが悪いとやっぱり。ねえや、お呼びでございます。頼むわ、ちょっとこれ。おふくろ様がお帰りになるまでのんべんだらりとここで待っちゃいられんや。歌さん相手に一口
やりながらバッとしよう。冗談だ。こっちはこれから岡猿に取りかかるんだ。いえ、いつもはね、昨日やってしまうんですけど、もう今年はもうすっかり番狂わせになっちゃった。すげねえこと言うなよ。おめえとも随分古い馴染みだぜ、歌さん。どうもちっとおかしいと思ったら、だいぶ言ってるんですね、赤旦那。図星、まさにその通り。よく当てた。それこそあなた、ジャンゴメちゃん、ヘビだ。そんなお方と知らぬよ、なんか。おふくろ様が留守と聞いたら、急になんだか酔いが出てきやった。やっぱり怖いんだね、おふくろ様。おい、宇田さん、さあ、行こう、行こう。おい、行きます。あ、そうだ、あの今ね、あの、電話知らして、すぐに後から行きますから。そうかい。じゃあ、何かお品物といったところで、このうちにお品物のあるはずはない。だから何にもいらねえ。魚はいらねえ。だから、早くしてくれよ。いいか。機嫌が悪いぜ。ご親族帰ってきて、しようのねえもんだな。なさるなかってもな。若旦那様、ご親族様の腹を痛めた実の子かどうか一目見りゃ分かるってもんじゃねえか。似ても似つかねえってな、おめえ。そうですけど、あの人のおっかさんって人、あの人が11か12の時に死んだんだ。その後生きたのが今のご親族で、西王子嫁に行ってる静子さんを頭に、節子さん、初代さん、トントンと女ばかり3人その腹にできたんだ。となると、いくら総領でもおふくろの違う子はのけものになる環境で、そうなると自然親父さんも構いつけなくなる。当人にすりゃ面白くねえからうちを外にする。覚えなくてもいいことは覚える。で、今度はそんな道楽門に後を取らせたら、石油村に火をつけるようなもんだ。それよりも妹娘が3人もいることだ。このうちのどれかに養子を迎えて、身持ちのよくねえ兄貴は別居させることだ。自分たちの腹で決めたことを勝手に言いふらしたからたまんねえや。そんならこっちにもこっちの了見があると、ぷいっとうちを飛び出したのが3年前。でも別に俺は感動されたんでもなけりゃ追ん出されたんでもねえ。俺の勝手で、俺が好きでうちへ寄りつかねえんだ。だから帰りたくなりゃいつ何時また舞い戻らねえとも限らねえと言った手前、ああして時々嫌がらせに帰ってくるんだよ。でも若旦那様、いいお方じゃん。いい人だと思う。ちょっとねえな、あんな切符のいい大将山の手にゃ。あらまあ、道楽するったってこいつ決して深入りしねえ。ただ人を集めてみんなで飲んだり食ったり、パッパと銭をまいたらそれで機嫌がいいんだよ。だからおめえ、伊佐蘭あたりのヤクザの巣に行ってみねえ。びっくりするような大した顔だから。でもそう言いますけど、ご親族様もいい方ですわ。悪い人じゃねえな。ただちいっとご倹約に過ぎて口やかましいのが絆だけだよ。随分ご親切ですわ。私たちのことでも親身になっていろいろと。そりゃ機嫌のいい時はそうだろうよ。だがうっかりそれに乗って一つその拉致を越えてみねえ、たちまちいっぺんにしくじるか。ここのうち出入りするものは一度や二度はみんなそれを食ってるんだよ。だから怖いんだ、この機嫌会ってやつがね。あっちに火を持ってるかい。そう、じゃあの缶はあっちですから。はい、
お出ましでございます。呆れたね。あれほど夕べ寝をして明日だけはお出かけにならないでくださいますよ。ウィザーは生死の分かれ目というくらいでどんなことがまたないとも限らないからって、ああまで吐きそう言ったの。なんて人だろうね、旦那様って人は。誰も来なかったかい人は。頭が
お飾りをこしらえに。あ、歌さんかい。他にはそう、屋根屋の助けは来なかったか。いいえ。おかしいね、来なくちゃならないんだけどね。確かに大晦日のお昼までには持って参ります。あんまではっきりそう言ったの。少し白い歯を見せるとすぐにそうだ。お茶食ったらない、本当に。他には、他には若旦那様が。誰だって。若旦那様が。若旦那様、石之助はか。ええ、いつ頃。今ついさっき方に。私も旦那様もお留守だ。ちゃんと言ったんだろうね。申し上げました。無論帰ったろうね、すぐ。いいえ。いいえ。まだおいででございます。あきれっと。どこに、どこに。お茶の間で頭がお相手をしております。あ、なんてずうずしいんだろう。留守に来て上がり込んだりして。返します、私がそう言ってすぐ返します。そんなことされちゃ私たちが世間の笑い者になります。お前、小松菜は茹でたろうね。はい、ただいま茹でております。数の子は洗いましてございます。ごまめは。ごまめはご親族様がご自分でなさるからとおっしゃいましたので。そうそう、そうだっけ。ごまめはお前たちの手にかけると縁手して粗末にしてもったいないか。その包み早くこっちをよくしてないか。下地が終わらせたんで、一つか二つ召し上がるとすぐお休みになっちゃって。大晦日を何と思ってるんだろう。まあお酒を飲むのもいいよ、飲むのもいいが、この人なの。若旦那、若旦那。いいよいいよ、頭を起こさなくても。うっちゃっておき、うっちゃっておき。でもそのままにしておき。目が覚めて決まりの悪い思いをするのは自分なんだから。お、西王子さんじゃん。おめでたが終わりになったそうで。ありがとう。生まれましたよ、おかげで。心配したけど思ったより軽くてね。結構でございましたね。何しろ年寄りのいないうちだろ。騒ぎの方が大きくてね。でもああなると、けど男なんてもな、育児がないね。当の旦那殿がすっかり自分の方から先に慌てちまって。で、赤ちゃんどちらなんで。男のお子さんで、女のお子さんで。男でね。坊ちゃん、お手柄でしたな、そいつは。定めし皆さんお喜びで。心配だよ、男の子は育ってみなきゃ。現にここにもいいお手本がいるからね。けどそりゃあ。ご神父様。なんだ。屋根屋の助けさんが。あ、そうか、来てかよ、あの男。いや、これを置いてすぐに、いずれ春になりましたら改めてお礼なりお詫びなりに伺いますからとおっしゃって。そう言って帰ったのか。はい。なんだってお前黙って返したんだよ。なぜ私に一言。お取り次ぎしますって申し上げましたんですけども、これを何すればお目にかからなくても、そう言って急いで
すぐに。そういう男だ。どこまで人をバカに。見ね、開けてごらん、それ。はい。確かに300円入ってるかどうか。はい。ございますと思いますが。大丈夫だね。100円ずつの束が3つ。後でよく勘定するから、はい、仮にその手分庫を入れておき。はい。早くさ。はい。それからね、これみっともないから早くあっちを下げ。はい。ご神父様、お忙しいところうるさくこんなこと申し上げて相すみませんのでございますが、昨日お願いいたしましたこと、あれいかがでございましょうか。お聞き届け願えますでしょうか。なんだっけね、何か聞いたかね、私は。あの、お金をお拝借いたしますこと。お金を？知らないよ、私は。何のことだね、もう一度言ってごらん。はい。実は、おじが秋からずっと患いついておりますのでございます。目黒で八百屋家業をいたしておりましたのですけれども、それ以来三月というもの商いにも出られませんで、食べ減らすばかり、長年おりましたところにもいられなくなりまして、半月ほど前つい近所の見る影もない長屋へ引っ越しましたんでございます。いえ、それはよろしいんでございます。それは辛抱いたせばよろしいのでございますけれども、ここに一つ、おじもおばもともども私まで途方に暮れておりますのは、おじが患いつきました、そもそもに田舎にお金を貸す人から借りました50円のお金でございます。それがここへ参りまして、今年中にそのお金を返せ、返さなかったらば詐欺で訴えるって申して参りましたんでございます。ああ聞いたよ、ああ聞いた聞いた、それなら聞いたよ。そりゃ聞いたけどね、でもね、それを聞いたとき、私はお前に言ったと思うがね、はい、お父っつぁんに死に別れた、おじさんの手で育てられた、だからおじさんには恩がある、まあ、そうお前さんがそう思うのはそりゃいいよ。